皆さんこんにちは。レーザーマニアのひとりラボです。今日は DIY の幅を広げるレーザー彫刻機レーザーペッカー2をご紹介します。レーザー加工機が家にあると木材や革、ガラスなどに自分だけのデザインを彫刻できるんです。例えばオリジナルのアクセサリーやインテリア雑貨を作ったり、プレゼントに名前を入れたりとアイデア次第で無限の可能性があります。でもレーザー彫刻機って高いし大きいし場所も取るし使い方も難しいですよね。そこで Amazon で一番売れているレーザーペッカー2を実際に使ってみました。この商品の特徴を他の商品と比較しながら詳しく解説していきます。最初はピント合わせ。どちらもレーザーヘッドを上下させることでピントを合わせます。ネジを緩めて手動で合わせるのが一般的ですが、ペッカーは電動で動かせます。この点はどちらも使いやすいので引き分けとします。次は位置合わせ。どちらも外周を四角で囲ってくれていますが、速度が100倍くらい違います。ペッカーは残像が残るほどのスピードで動いてくれているので合わせるのが簡単です。この点はペッカーの圧勝ですね。次は彫刻スピードを見ていきます。それぞれで設定は違いますが、ある程度深さのある彫刻を最短でできるように設定しています。ペッカーの方は1分半で終わりましたが、他社製品の方はまだ半分くらいです。コンパクトでそこそこ優秀なレーザー彫刻機なのでお気に入りの1台でしたが、完全にかませ犬になってしまいました。結局他社製品の方は4分かかりました。彫刻自体もペッカーの方が綺麗にできています。どんなレーザー彫刻機を使っても深めに彫刻するとヤニで汚れるものだと思っていたので、この結果には驚きました。さらに細かいところも綺麗に彫刻できていて、彫刻性能は文句なしに優秀だと思います。ただ一つ気になる点が、データよりも文字が細くなっているところです。これはアプリの問題だと思いますが、調整できないのでアップデートで改善されるのを期待したいところです。レーザーペッカー2の彫刻性能がとても優れている理由は、構造が一般的なレーザー彫刻機と違うからです。2枚の鏡を動かしてレーザー光線だけが移動するので、残像が残るほどの超高速でレーザーを動かすことができます。そのおかげで空白や折り返しの時に一切の無駄がないので彫刻時間が短縮できます。さらに振動や騒音がないことや、レーザーヘッドを取り外して手持ちでも使えるなどのメリットもあり、打ち合わせの簡単さもあって気軽に使えます。一見完璧な機械ですが、もちろんデメリットもあって、その一つが価格が高いことです。部品やレンズなど特殊な部品が多く使われているので、一般的なレーザーよりコストがかかるみたいです。他にもメリットやデメリットがありますが、その説明をする前にまずはいろいろなアイテムを作って使い心地を確かめていきます。最初はノートに彫刻していきます。彫刻データは最近話題のキャンバで作成しました。キャンバは無料で使えるおしゃれなテンプレートがたくさんあり、簡単にオリジナルデザインを作ることができるアプリです。いろいろな分野で使えるので、まだ使ったことがない方はぜひ試してみてください。写真の彫刻が薄かったので、深さのパラメータを上げてもう一度彫刻します。サイズが大きいので3分割での彫刻ですが、見やすいレーザーのおかげで位置合わせが簡単です。完成しました。凹凸があって印刷とは違う雰囲気がいい感じです。次はガラスに彫刻していきます。まずは光を吸収しやすいようにクロマジックで塗ります。
彫刻した部分が白くなるので、色付きのガラスとレーザーの相性は抜群だと思います。最後にマジックを拭き取ったら完成です。次は金属を彫刻します。ガラスと同じように黒く塗って彫刻しますが、カバーをつけるとレーザーが見えないので位置合わせができませんでした。カバーを外して付属のメガネを使った方がやりやすいと思います。次はゴムを彫刻してスタンプを作ります。スタンプ作りは楽しいのですが、ゴムは匂いとカスの飛び散りがあるので室内での彫刻は避けた方がいいと思います。その点ペッカー2は持ち運びができるので便利ですね。3ミリのベニヤ板でスタンプの土台も作ります。両面テープでゴムと貼り合わせたら完成です。次はベニヤ板で植物ラベルを作ります。シャインマスカットのような薄い色の彫刻はとても難しいので、巨峰を薄めに彫刻することにしました。写真彫刻は画像処理でも大きく雰囲気が変わるので、毎回試行錯誤しています。まだまだ勉強中なので、得意な方がいましたらアドバイスいただけると嬉しいです。次は実際に使ってみて、良かった点と悪かった点を紹介していきます。個人的に特に一番良かったのがスマホアプリです。今まで使ったレーザー彫刻機のアプリはテキスト入力ができるっていうレベルで、本格的に使うならパソコンが必須でしたが、ペッカー2は本格的に使えるアプリです。しかも初心者向けと上級者向け2つのアプリがあり、レベルに合わせて使い分けることもできます。右のアプリは初心者向けのアプリで、テキスト入力と手書き入力、それと画像彫刻など必要最低限の機能が揃っています。余計なものがないので使いやすいのが特徴です。左のアプリは一般的な機能の他にレーズ機能がついていて、 CAD として本格的に使うことができます。これが本当にすごくて、スマホアプリとは思えないほどの機能が詰まっています。おそらく CAD アプリとしてもスマホでは1位2位を争うほど高性能です。使い方の説明がないのが残念ですが、そこまで難しくないので数時間遊べばマスターできると思います。現時点ではスマホで使いたい場合はレーザーペッカー一択と言ってもいいくらい圧倒的だと思います。パスケースのパターンができたので厚紙を切ってみます。レーザーパワーなどの設定は何種かのレシピが入っていて、素材を選ぶだけで大丈夫ですが、このパラメータは彫刻用なので切断をしたい場合には回数を増やすなど多少のアレンジが必要です。ということで回数を4回に増やして切断していきます。焦げたりせず綺麗に切れていますが、外側から切り始めるのは予想外でした。今回はたまたま大丈夫でしたが、内側から切れるように重なりに気をつける必要があるみたいです。それにしても本当にすごいアプリです。これなら Amazon で一番売れているのも納得ですね。次は苦手なことを解説していきます。ペッカー2だけじゃなく、ガルバノ式と言われる2枚の鏡が使われている機種すべてに言えることですが、最大のデメリットはレーザーが傾いてしまうことです。彫刻や薄い素材の切断では問題ありませんが、厚い素材は切り口が斜めになってしまいます。中心の3センチ角くらいはほぼ直角に切れていますが、それ以上離れると見てわかるくらい斜めに切れてしまっています。彫刻機なので仕方がないとも思いますが、せっかく斜めに切れるのでその特性を利用して面白いこともできます。端に寄せたおかげで剣先が斜めにカットされたので土に刺さりやすそうです。断面が斜めになるのは欠点ですが、これでしか作れないものもあるので面白いことがいろいろできそうな予感です。次はバッテリーとロータリーテーブルを使ってみます。
バッテリーは前もって充電しておきました。スマホと同じ USB 充電ですが、 0% からのフル充電が4時間でできるのでとても優秀です。出力はレーザー用の 12V と USB 端子があるので、キャンプなどに持っていくモバイルバッテリーとしても良さそうです。ただコードの長さが 30cm で、本体に取り付けるところもないので、手持ち彫刻をする場合は少し不便です。レーザー彫刻は匂いと煙が出るので換気が必要ですが、ポータブルバッテリーは気軽に外で使えるのがいいですね。曲がりがちな長板の取り付けもレーザーを使えば失敗知らずです。次はロータリーテーブルを使います。ロータリーテーブルがあれば丸いものを回転させながら彫刻できます。他にも板を送りながらの彫刻や自走しながら彫刻ができる面白機能もついています。彫刻範囲が2メートルまで拡大するのは素晴らしいですが、まっすぐ動く保証がないので何かしら工夫は必要だと思います。今回のレーザーペッカー2を使ってみての良かった点は、彫刻が早くて綺麗な点と、スマホアプリが他社と比べて桁違いにいいところ、位置合わせがしやすいところ、そして軽量コンパクトで静かなところです。作業範囲が 10cm×10cm で狭いのと、厚い素材のカットは今一つですが、スマホアプリが充実しているのでパソコンが苦手な方の救世主だと思います。 Amazon で一番人気なのもうなずけるくらいのレーザー彫刻機でした。この動画が面白いと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。